からなっちゃんたちと相談して、作詞家の近藤夏子さん、そして作曲家の横山さんとミーティングを重ねまして、なっちゃんにお題を出して書いていただきます。普段どこで書くんですか、詩って。家家ですね。家ですか、はい、違う、結構朝書きます。はい、え、朝まで飲んでるのに。いやいやいや、日本酒仲間と一緒にって感じで飲んでます、飲んでます。今日も終わった後みんなで乾杯したいと思います。僕の願い。2週間前でございます。冒頭の蘇州夜曲もあきおちゃんスタートでしたね。いや、すごい出ました。あ、ありがとうございます。私ども裏で桜持ってスタンバイしてますが、半端ないアルファ波にみんな白目本格的な歌い手さんでございまして、どうしてここに来たの？どうしてここに来たの、ちゃんと言った方がいいですか？なんか私勉強してて、はい、ちょっとファッション勉強してる感じじゃない？さっき出てきた鈴木環奈はね、ファッションダメ出しされてました。ね、ごめんね、環奈言っちゃった、ごめん。恥ずかしい、ごめんね。レビュー、皆様お手元にチラシがあると思いますけれども、そちらの、公演 T シャツはみなみちゃんが作ることになりました。Okay.